ドリームキラーを避けるということですね。ドリームキラー、夢を壊す人ですね。パッと聞いた時にネガティブな感情を持ちそうだなと思うんだったら、ちょっと言い方は考えてますよ。そういう言葉を後に持ってくるっていう工夫は必要ですよ。資産形成、そして収入源を作ってきた、そしてそれが成功した、そのベースとなる考え方や行動法則をね、伝えましたのでですね、実践してみたらいいかと思います。はい、こんにちは、木村です。今回もですね、普通サラリーマンだった私が総資産5億の不動産、アパートとかマンションですね、を持って家賃収入4000万を達成した成功法則10のですね、今回はラスト10話目になります。今での分もご覧いただいたでしょうか。はい、この動画を見ることによってですね、本当に木村がどういうふうにしてここまで来たのか、そして、すぐにあなたでも実践できるような内容ですので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。10番目なんですが、キーワードはですね、ドリームキラーを避けるということですね。ドリームキラーを避ける、これは非常に大事です。今までのね、9番目までやってきている人、これからやろうとしている人、やれる人でも、ドリームキラーのためにスタートできないとか挫折したりとかっていうのをよく見てますので、そこはやっぱ避けるべきなんですね。さて、ドリームキラーって何でしょうかとね、そのことも分かんない方も多いと思います。ドリームキラー、夢を壊す人ですね。具体的に言うと、例えば私のケースだったら、サラリーマンをしながら不動産投資をやってきたんですけども、それをね、例えば知人に話す、会社の同僚に話したらですね、そんな危ないことやめてた方がいいよと、こういう人のことをドリームキラーって言います。ドリーム、自分の夢、私はね、本当はね、夢って言葉はあんま好きじゃないですか。夢ってなんか夢から覚めてしまったら見ないじゃないですか。実現性ないんですね。それはやっぱ目標ですね。でもね、ちょっと世間一般的にはドリームキラーって呼ぶので、今回ドリームキラーって続けますけど、ですからやっぱり知人、友達とかね、あとは会社の同僚とか、あとは祖祖、奥様とかご主人様とか、あとは親ですね。このね、親っていうケースも結構多いんですよ。ちょっと私も信じられないんですけど、本当にね、もう年齢がもう本当に30代後半以上30代とかね、40代になっても親に相談して反対されるケースって多々あるんですよ。信じられますか。そもそも相談するところからおかしいですよね。もう、例えば社会に出たばっかしのね、新入社員とかそのレベルだったらまだ分かりますよ。でもね、会社、社会に出ても3、4年経った以降の人が新しいことを、しかも自分の人生考えてやることをね、親にその言うかな、言うとしたら後でいいと思います。ちなみに私は今でも言ってます。言ったって分からないし、多分そうなのとかってね、慎重にやれよとかの、それが言われるのオチなんで、だって分かってますから。はい、でお話戻すと、ですからね、ドリームキラーに言うとですね、やっぱり反対されるし、あと自分のなんていうかな、目標とか進む方向がブレたりするんですよね。だからやっぱり言う必要ないです。あとそもそもね、そう言う必要ないっていう意味から言うと、その相談した相手は、もし同じことをやって、やった経験者だったらまだいいです。ほとんどのケースが経験したことないですよ。特に私だったら不動産投資なんですけど、ほとんどの人は経験したことないんですね。そういう方からやめた方がいいよとか危ないよとかって言われること自体がおかしくないですか。おかしいですよね。で、多くのその相談相手は日本の教育を受けてきた、いわゆる自分で頑張れとか、あとはいい大学出ていい会社入って、いわゆるサラリーマン志向じゃないですか。ですから、ね、もう自分やろうとしていることと真逆の人が相手なんですよ。そこに相談しますか、報告しますかって話です。ね、分かりやすいでしょ。そういうことなんですよ。あとね、親しい友達とかそういう人こそなんですけど、なんか新しいことを、例えば木村が始めるとなったら、何
か寂しい感じがあるんですよね、心理的に。だからそんなのやめろよと、うん、今のまでいいじゃないかって、そういった面もあるみたいですね。信じられませんけど、私からすると、私だったら応援します。人生を深く考えて目標を立てて、それに向かって新しいことをやるっていう、ね、本人が考えたことですから尊重しますよ。もちろん明らかに自分が経験してこれダメだっていうものが確信があるものだったら、それだったら確かにアドバイスをしますけど、それ以外だったら普通はもう頑張れよって言いますよね。まあそういう友達を持った方がいいですね。友達だったらね、という感じですね。あとちょっと経路が違うのは奥様ご主人様でしょうかね。ここはやっぱり一緒に生活をしていく、人生を歩んでいく人なので、ちょっと相談しないとか報告しないっていうのはさすがにまずいわけですね。 でもやっぱり話すことが必要なんですけど、話すときはですね、やっぱりちゃんと確信を持って、自信を持ってですね、自分もうついてこいレベルですよ。ちょっと古臭いことばかもしれませんが、自分はこう考えて、しかも別に自分のためじゃなくて家族、あとは奥さんとお前のためも考えて やってるんだと。でいろいろ調べてね、本当に我々の人生このまま何もしないでこうサラリーマンに行くより、これもやった方がいいんだということをちゃんとね、自信を持って言うべきですよ。私も成功している人たちとの話を聞くと、やっぱりそういうプロセスになってますね。やっていいなんていう、そんなトーンじゃなくて、さっき言ったトーンでね、バシッと言うんですよ。まあとはいながらね、例えば投資とか、あと不動産とか、ちょっと言葉的にもしその奥様、ご主人様がね、パッと聞いた時にネガティブな感情もしそうだなと思うんだったら、ちょっと言い方は考えてますよ。そういう言葉を後に持ってくる。やっぱり最初に自分の今の問題点とか、将来の問題点とか、どうなりたいんだとかっていう、このままじゃダメだっていうところからちゃんと話をしてね、っていう工夫は必要ですよ、はい、という感じでですね、話戻すと、ドリームキラーは避けるということでですね、まあ今回の10の法則、私がやってきた10の法則のですね、最後に持ってきましたけど、やっぱりここまでの9話をね、全てやってもですね、このドリームキラー一つでですね、途中挫折断念するケースをただ見てるんで、これ本当にね、最後持ってきましたけど、本当大事ですから、気をつけるようにしてみてください。これからいただいたでしょうかね。ぜひこれは気をつけて、実践していったらいいと思います。まあこれでですね、私がね、実践してきた本当にサラリーマン生活、結局トータル28年間やってきましたけど、その間にコツコツとね、資産形成、そして収入源を作ってきた、そしてそれが成功した、そのベースとなる、そんな難しくないと思います、非常にシンプルな考え方や行動法則をね、伝えましたのでですね、ぜひ見て実践してみたらいいかと思います。でそして、この動画最後までご覧いただいたと思うので、これ見てるってことはね、その特典としてですね、私の LINE アット、まあこちらでね、いろんな最新情報とかセミナー情報を流してるので、ぜひ登録してほしいんですけども、でここで最後まで見ていただいた方にはですね、1回の無料アドバイスっていうのをね、用意してありますので、ぜひそれアドバイス希望とかね、メッセージいただけたら、具体的なこれ見てるあなたのね、状況とか目標とか悩みとかを聞いて、アドバイス1回無料でしたいと思いますので、メッセージいただけたらと思います。成功者をね、多く出したいと思ってますので、はい、ぜひ一緒にやっていけたらと思います、はい、では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。私の話に少しでも興味を持ったり、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、私の LINE アットに登録してみてください。あと私のこの YouTube チャンネルへの登録もよろしくお願いします。